さくらくん、よかった、意識を取り戻したんだね。ということで、決戦命の限りのその2話、第7話、決戦命の限りの第2話でございます。ちょっと間が空いてしまった。ソニックとかやりおる刑事、もう二度と目覚めないかもしれないって、それが大神さんの力になれて、ここでこうしてお話できるなんて、さくらくん。いや、全パートを見ればわかると思うけど、散々体見てましたよ。散々そこの大神っていう変質者はあなたの体を見てましたよ。好感度がなぜか上がってますが、さくらはんがあれくらいでくたばるわけないと思ってたで、ほんま安出たのちゃうんか。まったく、いつもいつも心配をかけます。さどうして意識を戻ったんだ、夢を。裸で寒くなかった。それよりも裸で寝てて寒くなる、なぜ知ってるんですかね。おいおいおい、なんで好感度が上がってるんだよ、おかしいだろ。そういえばっていうか。もっとガツンと好感度下げろ。これはそういう案件でしょう。そういう案件でしょうが。どんな夢、懐かしいような、暖かいような。暖かいってこの字で合ってんの、この字で合ってんの、この暖かいで。これあの山水にあのぬくいって方の暖かいのがいいんじゃないかな、まあ、ポカポカ陽気の暖かいこっちだ。でも山水の方が感じとしていいんじゃないかなと思うんだが、ここは万宝亭。なんじゃい、あ、大好きな人を守りたいなら立ち向かうことです。力が欲しいか、愛する心はどんな困難にも打ち勝ちます。最近YouTube でナルトを見てるせいで、愛っていうことはこっちはあれだな、アシュラサイドだな。インドラとアシュラに任せ、羽衣の二人の息子がアシュラとインドラで愛を糧に戦うのがアシュラの祖先であるところの柱間細胞。あれ、柱間一族ねえんだっけ。内派一族が術のみに、術の強さのみにうんぬんかんぬんで、柱間、あれは扉間か、あ、千住だ、千住一族だ、そうナルトに詳しくなった。あの忍界大戦以降が一体コーマ戦争とか言ってる。ナルトの話をしなくていいよ、ナルトの話をさせてください。時には、いやでもね、今いいとこか、桜大戦の方もいいところか。忍界大戦の話はちょっと、前じゃねえな、桜大戦の話じゃないの。古の恐るべき魔物コーマと戦う特殊部隊、帝国陸軍対コーマ部隊、我が領有新宮寺一馬と共に。どれが新宮寺一馬だ、陸軍の精鋭を集めて設立した部隊だ。米田とかいう男が前の方でふざけとるぞ。我々二人の他に山後部や将棋丸の設計者である山崎慎之介、そしてここにいる藤枝綾部君、藤枝かな、立っているの特殊部隊だった。4人でこんな怪物と戦うって一体。5年前大量に発生したコーマとの戦い、それがコーマ戦争だ。我々対コーマ部隊は太古の呪法を持ってコーマを帝都の地下奥深くに封じ込めたのだ。取り返すことのできぬ多くの犠牲を払ってる。新宮寺一馬が死んどるぞ、さくらのお父ちゃんが、さくらくんのお父ちゃん。聞きたいことがありそうな、いや特にないっす。帝国陸軍対コーマ部隊とはどんな部隊だったんですか。後部もない頃に剣と己の体を持って
魔と戦った戦士たち、帝国会議団の前身となった組織を。太古の呪法とは、太古の呪法とは一体何です。我々が使用した呪法とは、強力な風魔の力と引き換えに十社の命そのものを犠牲にする恐るべき呪法だった。新宮寺一馬とは、新宮寺一馬さんってもしかして、そう、桜のお父様よ。5年前、そう、その時お父様、父様は素晴らしい男だったが、気の毒なことをした。本もかつて魔物と戦った、そして桜くんもまた、何と言ったらいいか、不思議な運命だな。桜に流れる覇者の血が夢という形で敵の本拠を知らせてくれた。覇者の血、魔を狩る者の血統だ。へえ、ナルトみたいだな。ナルトのさ、なんだろう、血筋ばかりのナルトのあの話、うんぬんかんぬん、よく言われるけどさ、結局血統じゃねえか、ジャンプアニメは血統じゃねえかみたいな、そういうところあるけど、でもナルト自体はあんまり血筋は良くないんだよな。4代目は火影の息子ではあるけども、4代目火影の息子ってだけで、あの渦巻一族はまああれだけども、その4代目火影さんサイドのさ、血がよく不明というかさ、4代目火影って名前なんていうんだっけ、わからん、名前出てこねえや、4代目出てこねえ、ナルトの当社の名前出てこねえや。これに勝ったらもう戦わなくていいんだよね。お、もう桜大戦がいよいよ終わりという、いよいよ終わりという、終わりに近づいてきたのに、全然終わり風の雰囲気を。必ずここに帰ってくるぞ、ショーゲーマルのこのデッキに帰ってくるぞ。分かった、テンテロリロリリン、ガッテン承知の助、めっちゃ上がってるみんな。俺たちは一歩も引かない、悪を蹴散らし正義を示す、それが帝国歌劇団だ。はい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 、あ、またセーブスポットが。でもこのまま行きます。隊員の状況、てってん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 、全員記録充実だな。てててんだったらもう一回行くんじゃないか、あるわ。15-2、まあいいのはさくらとすみれか。震える手一人、愛の花、愛の歌、高らかに踊り出る戦士たち、心まで鋼鉄に武装する乙女、悪を蹴散らして、大神声出してねえぞ。隊長、後ろからも敵です。後ろ、ここは二手に分かれましょう。二手、三人俺と一緒に突入、残りの二人にはここで敵を食い止めてもらう。三人か、さくらくんには来てもらおう、すみれにも来てもらおう、すみれくんにも来てもらおう、もちろん次のやつ連れていこう。マリアか、よし行くぞマリア、行こう、先に声を出したから連れていく。どうしたいです。まあカンナがいればなんとかなんだろう。カンナ一人に後ろバックアップが二人いればまあなんとかなるでしょう。カンナを常にアイリスは回復させつつ、コーランが援護射撃を行うと。地味なメンツだな、色合いが。地下空洞、扉間、扉間、扉間があれだ、二代目火影だ、卑劣様だ。すごくナルトに詳しくなっちゃって、ナルトに詳しくなっちゃって、ナルト語りたい欲がすごく高まっている。
でも残念ながらこれは桜大戦の実況であり、建物のドアを狙うぞ。そうだ、すべて破壊、了解した。合体攻撃打てるな。出るけどこいつら無視してもうどん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 行った方がいいかな。どんどんこれを壊しに。敵などとあえて戦う必要はないのです、この桜大戦において。敵と戦う必要なし。ポケ。でもこの戦闘パートとかでさ、いいだけ喋りゃいいんじゃねえか、そのあのナルトについてよう考えたら、これぴったしか、距離的にぴったし、向こう側にしてないだけ。いや、これぴったしか、倒しとくか、倒しとくっていうか、まあ一発当てとくか。強、経験値上げて、経験値上げてください。どうすっかな、この位置だと多分、いや、桜か。多分桜。あの、水色のやつがどっちを狙うかっていう、まあそれだけだけど。あの、いや、戻る。この脇地工事は2人で倒すか。で、降りてきたところでこっちを壊しに、この、大神とマリアで行こうか。そういう作戦で行こう。防御。やりよる、いい作戦だ。マリアかばった方が良かったかな。まあね、このね、この戦闘パートは本当に雑談パートみたいなもんだ。有意義な、結局そうか、さくらかばんでよかったな。スミレの方が良かったかもしれない。足りませんね。一撃でいけ。よし、やったわ。うわ、たわない、全然立ってない。このタウが全然通じないのがなんでなんだ。こんなに便利な言葉なのに、おかしい。タウが全国的に使えないのはよくわからない。方言とは認めたくないものだな。ここではマリアをかばえばいいんじゃないかな。そうだよな、これでいいよね。だってこいつが狙うのは大神かマリアしか。マリアに突っ込ませた方がいいぐらいかな。見ていてくださいね、大神さん。見てみましょう。必殺をぶち込みたいところだが、これめっちゃかっこいい。ドドドドドドってやつがかっこいい。なぎなたはなんか。ちょっとな、間抜けだな。迷うな。あ、違う、間違えた。これをやるんだったら大神に打たせればよかった。失敗したー。あ、結局たわんだ、たわんでしょ。結局たわんでしょ。マリアに下の方の緑色の脇地を倒させて、まあ、カバン成功で、マリアが倒したやつを神が倒せばよかったんだ。私なんかのために。感動してらっしゃる。うまい配置だったな。好感度を上げる、うまい配置だった。私なんか
ために。テンデラリラリン。おう、やりおる。いや、しかし防御している。ゾン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 。見ていてくださいね。まあ、じゃあ、まあ、せっかくだしナルト語りをするか。せっかくだしナルトの話をするか。ナルトってね、漫画版はね、忍界大戦が始まる前ぐらいまでは見てたような気がする。別に自分が見てたわけじゃないんだけど、妹は買ってるから、まあしゃあなし、まあまあ面白かったし、まあ見てたって感じなんだけどね。なんかミッションをどんどん達成していくっていう、そういう感じは悪くない、むしろ好きみたいな感じで見てたんだけど、だんだんなんかそのなんかね、そのそれこそサスケが抜け人になり、ほほ、いいね、サスケが抜け人になり、そして暁とかいうわけのわからん組織に里はめちゃくちゃにされ、ジライアはなぜか死に、そこら辺はまだ OK なんだけど、もうその5影集まっての暁との間違えた、暁との戦いになってからがもうわけわからんというかね。もうサスケはお前早く帰れやっていう、早く里に帰れやお前っていうのを思いつつ、まあもうその総力戦みたいな戦争になったらさ、なんか別にそれナルトに求めたことじゃないよみたいな、なるよね。江戸転生で2代目3代目とか呼び返らされさ、違う、江戸転生で2代目3代目を蘇えさ、刺さされてないわ、蘇え刺さされてないわ、怖いみたいな。はぁ、素晴らしい、まあまあ、まあ漫画ではそのぐらいまでしかしっかり終えてなかったんだけど、アニメになってから、アニメの YouTube のアニメで見るとだな、まあまあ続きが気になるというか、次々と続きが気になるというかね、割と見れる見れるのよね。まあなんだろうな、アニメ特有の引き伸ばしもあるんだけど、でもそれでも見れる。うん、話と話の間に誰々の過去編みたいな、そのオリジナルストーリーをこうぶち込んできて、それがね、なんか割と見れたね。それ多分漫画でやってなかったんじゃないかなみたいな話をぶち込んできてて、もうそのサスケじゃないな、オビトのストーリーとかさ、あとはイタチのストーリーとかさ、こと細かにやってくれちゃったもんで、ね、やってくれるものだから、まあ割とね、割と楽しんでみる。私なんかの見ていてくださいね、大神さん。また微妙な位置におるな、さくらが。いや、いっそここで必殺を使っちゃうっていう手もあるか、合体技。ここが届くならやる価値ありか。くー、どうかな。いや、ありだな、なしではない、ありだ。瞳に映る輝く星は、かっこいいよね、結構このポーズ。よし、行こう、どんどん行こう。防御
で、まだちょっとナルトの話に戻るけどさ、ああ、やべ、食べようするつもりじゃなかった。回復するつもりだったのに。ナルトの話に戻るけれども、割となんか泣かせる、泣かせに来るような描写もあったりしてね。オビトとかね、ほんと嫌なやつやなと思ってたんだけどね、話をよくよく追ってみると、まあ割とこう、かわいそうなやつというか、いいやつなんすよ、オビトが、実は。オビトって誰だよってなるだろう。なるとあんまり知らない人が、この動画見たら。オビトが割といいやつなんすよ。そういうところを押していきたい。ここじゃ、ここ良くない、ここ良くない、ここ良くない。いや、ここでいいか。ここで陣取ろうか。工場を狙っていく。はぁ？オビトの話とかね、あとあれだ。カカシのね、カカシの多分サイドストーリーみたいな話。自分が上人になり、仲間が死んだ後、上人になり、すべてやけになってる状況で、こう3人組のね、育成をしていくわけだ。下人をね、下人じゃない、アカデミーの生徒たちをね、下人になるまでの間、受け持つっていう、その先生やる時なんだ。手の輪だな。自分がその欠けてた部分によって3人を殺してしまったわけだ。3人、2人かな、殺してないよ。いかんな、ネタバレがネタバレがすぎるわ。やめとこう、あんまりなんか喋ると。作戦指示をお願いします。はい、すいません、作戦指示を出してなかった。喋りたい方で好きに喋ってた。異動だな。ここでこれで OK じゃないの。これで壊れるでしょ。よし、せい、はい、うぃー、終わりました。壊れました。みんなよくなった。巻き地の発生もこれでひとまず食い止められるだろう。パチパチ。まあね、なるとね、あまり推奨しないけど YouTube に上がってるアニメでいいんで、見るといいと思う。後ろの方のぐちゃぐちゃでよく分かんなかったけど、漫画だと多分分かりにくいところもアニメだと見れる。そういう感じがある。ぜひ見てほしい。長そうだな、こっから。よくぞここまでたどり着くことができたな。褒めて使わそう。そう、ここで一旦切ります。23分来てるんでね。うん、この動画で言いたかったことは一つ、ナルトを見てくれってことだ。ほなまた。